下道忍法帳は、山田風太郎による日本の小説。忍法帳シリーズの長編作品の一つ。週刊新潮1961年8月28日号から1962年1月1日号に連載された。九州の地を舞台に、伊賀、甲賀、大友、15人、対15人、対15人の三つどもへの戦いが行われる。 登場忍者は47名とシリーズ最多である。大友陣営は15人プラス2人。時は、江戸時代、天草島原の乱の数年後。キリシタンの敵発と迫害が過酷を極めた時代、元宣教師であり、今ではキリシタンを取り締まる身となった、廃教者フェレイラは、ある目的を秘めて、キリシタンの女の取り調べに当たっていた。その目的とは、 かつて天正剣王少年施設がローマ教皇に越見した折、日本にキリスト教を広めるためとして授かった財宝を探し出すこと。その価値は100万円級に及ぶという。それを、かつて気教を強いられた折、共に拷問を受けた施設の一人、ジュリアン中浦から聞いていたフェレーラは、その真偽を図るべく、幾多の女性信者、それも諸女を吟味していたのだが、 一人の女信者の取り調べによって本当であったことを悟る。ジュリアンによれば、財宝の隠し場所は15人の諸女信者が体内に持つ金の鈴に秘められているということ、その鈴を持つ者をフェレーラが預けられた聖堂の十字架が明らかにするということ、フェレーラはその15道女の一人を見つけ出したのだ。報告を受けたバックフロー銃、松平泉守は財宝を入手し、 キリシタンの手に入ることを防ぐため、配下の伊賀社のうち、天草州15人を、道女たちが潜む長崎の地へと派遣する。天草戦地を統領とする彼らは、その地に、一族最高をかけて、15道女を追う。また、配下から情報を聞いた、東大一の軍学者といわれる、優位小説も、幕府転覆計画の軍資金として、財宝の奪取を狙う。 彼が派遣したのは、配下の手だれ甲賀忍者やはり15人。各て異国情緒あふれる長崎を舞台に、伊賀忍者、甲賀忍者、そして、大友の忍法を使う、キリシタン、15道場たちの血みどろの戦いが始まった、豊臣秀吉の九州征伐以前に、天草一帯をすべていた一族。松平伊豆守に仕え、主家である、天草一族の再興をかけて、 消防をめぐる争いに臨む。優小説の敗下で、その命の元消防ダッシュを狙う。超高等とは、優小説の軍学書の名称で、普段はそこに通う門人らしい。法王の消防のありかを秘めた黄金の鈴を持つ、少女たち。先例名は、ウルスラ、サビナ、ルフィナ、マルタ、マグダレナ、ジュリナ、カタリナ、クララ、ベアトリス、エテルカ、フランチェスカ。 ガラシャ、テクラ、ジュスタ、モニカ。普段の姿は身内でも秘密となっており、互いは蘇生を知らない。忍法丁シリーズの別作品、くのいち忍法丁がヒットしたことにより、全く別作品であるが、くのいち法包丁通世少女の秘宝として映像化されている。ありがとうございます。